はい、皆さん、参りまいどー。はい、お兄さんね、これから毛染めやるけど、まあ、時計にして5時15分頃、毛染めをね、混ぜて作ってたんだよね。まあ、ちょっともた,もたもたもたしながらね、まあ、塗布するけど、この毛染めの放置時間メーカーは単純に30分置、OK、けとか言うよね。もしさ、前髪だけ部分染め、染めて、まあ、染まりにくそうな場合、まあ、染め終わってから、 30分置くじゃないと多分ね、染まってねえと思うんだ。このメーカーもね、この塗布する時間を考えて30分って言ってると思うんだよね。で、髪の毛多い人を一人で塗ってると、10分じゃ染めらんないと思うんだよね。20分はかかっちゃうんじゃない ?25 分とか。下手したら30分今度、ちょっとタイム一人で塗ってる時のタイム測ってみるけど、結構時間かかるんだよね、塗布ってね。 こういうこと言うとさ、毛染めっていうのは化学変化だから、温度が上がり始めてから30分要するにカップの中では温度が上がってないから、化学変化が、まあ遅いと。これは事実だね。で、頭に塗ると化学変化が早くなると。だから化学変化が早くなってから30分だから前髪だけでも30分の放置でいいんじゃないかと。それだとね、経験上ね、ロリアル・アリューリアの場合はね、染まりが悪いと思うんだ。 まだ明らかなことは言えないけど、内たりが染めてる時間をさっぴいて25分放置でシャンプーしちゃうじゃないそうすると、染まりが悪いんだよね。まあ、こちらのお客さんも2人で15分ぐらい得してるんだけどね。まあ、結果、33分置いたんだよ。塗り終わったのが、柱時計で5時32分ぐらい秒針にね、赤いね、丸つけたんだよ。 カッティングシーだったんだよ、丸くク。ちょっと見やすいでしょ、秒針が。でそこまで置くと、しっかり染まってんだよね。だからいつも25分プラス8分になるってことでね。8分余計に置いてんだよね。で、一人でのんびりさ、30分もかけて塗布してたらどうなるのってことだよね。まあ、そういう方は、白髪の多い部分、目立つ部分から塗り始めていかないと、まあ、多い部分、目立つ部分が染まらないと。分け目のあたり、お顔周り。 まあ、そういういとこはさ先に塗らないとね白髪の多い部分だからこちらみたいな方白髪の多い部分を先にさちょ,ちょっともう染めてもう,もうすでに染め終わるでしょ部分的なもんだったらそして30分置いて5時50分ぐらいにシャンプーすると多分染まんねえよ5時ね6時過ぎぐらいまで置かないと40分以上置かないと毛染め剤の30分放置っつうのはトフタイムをね織り込んでると思うんだよね あと一人でさ、染めてる店の場合、室温が高かったらカップの中のさ、毛染めの色が変わってきちゃうじゃない ?30 分も40分もさ、のんべんたられて染めてたら、くっちゃべりながら。もう中途半端に酸化したね、毛染めね、色が変わったもの。それを塗って、本来の毛染めのパワーが出るかどうかってことだよね。多分、若干落ちてるから染まりが悪くなってんじゃねえか単純にね。エアコンの暖房が直接毛染めのカップに当たるとかね。ま、そういう店の場合はね、 小分けに2回ぐらい作るめんどくさいってあってね、めんどくさいよね。20グラムを3回とかね、15グラムを3回とかね。まあ、30分も40分も染めているような店の場合だよ。まあ、一人でやってる店ってのは手が早いかんね。ま、あ作り足すのめんどくさいかんね。さっさと塗りはいいんだけどね、喋んねえでね。まあ、あと毛染めもね、のんびりしてるお客さんだったらね、いいんだよね。家、早く帰る必要がないようなお客様だとね。そしたら放置時間長めに取っちゃえばいいんだからね。 まあそういうお店でねたまたまお客さんが急いでるとほんで髪の毛が太くて染まりにくいだけど毛量が少ないだから塗るのが早いまあ10分以下でパパッと塗れるとそんで30分置いたら染まりが悪いと急いで塗った分塗る時間が短くなった分放置時間を長くしないと染まりが悪いとかねなんか変な現象が起きるよね急いでも染まらねえみたいな この問題もね、ちょっと深く考えてみないと、なんとも言えないね。はい、ここでコメント返しね。ミニケン先生、ミニ乗ってんのかな昔は湯煎で温めてましたが、今はカラー剤に混ぜるタイプのもので温めています。なんか売ってるよねカラー剤に混ぜるやつね。まあ、化学変化で、毛染め剤が温まるやつね。人肌に温まるんだ。まあ、逆に人肌以上に温まったらね、 化学変化がどん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 進んで危ないからね。あ、うちもね、これね、何年か前買おうかなと思ったんだよね。だけどね、化学変化じゃないケズオさ、なんか、ちょっとでもパワーダウンスするの嫌だなと思ってね。見送っちゃったんだけどね。まあ、化学変化で温めるからね、過酸化水素を何かと反応させてんだろうね。ほんで発熱させる。過酸化水素がな、減るってことは酸化力が落ちる。ブリーチ力も落ちる。うん、どうなんかなってね。ちょっとわかんないね。 まあでも、染まってるんだろうね、ちゃんとね。だから使い続けてんじゃないかな、ミニ先生もね。まあでもね、その商品ね、気が向いたら買うかもしんないね、うちもね。まあとりあえずは様子見と。はい、お次、MO 先生ね。まあ、MO 先生ね、忙しそうだね。あの、ご年配の方だけどね、意外とね、まあうるさくないんだよ。だけど、ある程度ね、 言わせるようにしないとね、カットね、早く終わりすぎちゃうんだよ。演出が足らんってなるよ。なんか見せ場もないし。<laughs> ね冷めた顔してやったらさ、魚さん、三枚におろすみたいにさ、さばいて終わりってんなっちゃうかね。やっぱそっかちょっとね、演出ってうのあるからね。あと刈り上げが遅いなうちちょっとね、とろ、とろいね、下手だね。 あと、このお客さんもしつこいですね。1センチ切るだけだろうなんてね、書いてあるね。切る気なくすわって。まあ、動画のほら、演出だから。まあ、実際、仕事ね、あの現場ではね、さっぱりしたお客さんでね、扱いやすいよね。もうちょっと1センチ切って、さっさとやってね、はい、いいわってで、ね、帰ってくれるからね。ビジネス的にはね、こういうお客様が多いとね、これ、いいね、儲かるよね、本当に。で、MO さんもね、今、 仕事でね、いろんな方切ってね、ばっさり切る人が多いのかな。あの、お店の感じからしてね。でもね、何年もやってね、独立してさ、もし独立してさ、何年もやってると、こういうお客様が最後増えるんだ。1センチっていうのが、毎月来る人が。まあ、MO 先生もね、年齢的にまだまだ若いお客さんが多いんでしょで。やっぱりばっさり切るお客様が多くてね。うん、そんな感じじゃないかな。自分もそうだったよ。だからね、本当に、こういうね、ロングのね、お姉さん来てもね、 カットしてもさ、ゴミ靴なんか落ちない,いかんね、床にね。掃除するほど、じゃないんだよ。<laughs> まあ、いずれ、こういうカットやるようになるよ。MO 先生もね。<laughs> 今はね、うん、頑張って、若い方のね、ガッサガッサ切ってけ。<laughs> で、MO 先生、40代ですが、もともとド下手まあ、自分もド下手だったね、カットね。50代の連中が上手すぎて、追いつけません。 これさ、ちょっと現場見てみないとわかんないけどさ、50代のやってるお客様とさ、MO 先生がやってるお客様って、同じかい ?50 代の人たちがやってるお客様って、やっぱり年配のお客さんが多いんじゃないので、40代だと、幅記録高校生なんか多かったよね、自分は。40代の時が一番高校生多かったね。やっぱりね、高校生だからね、もっと好けだの、なんだの、噛んだのって、わがままな子が多いよね。 高校生ぐらいの方がやっぱり一番難しいよね。髪質も多いし、硬いしね。扱いにくいしね。ほんでやっぱり多感な年頃、おしゃれしたいし。やっぱりわがままがどうしても多くなるよね。ね、50代の方のセニングさばき、もはや芸術の域セニングがポイントに綺麗に入っているそれがさ、わかるさ、目を持ってんだったら、真似すりゃいったってまあそういう問題じゃないのわかってるけどね。わかるんだったら、ね、センスがあるってことなんだよ。 それに近づこうとしてるんだからね。わかんなかったら、ダメだな。まあ今日のお客様は凄かったって。剛毛ね、怖いなまだね、誰が切っても無理よ。んで、お客様もわかってんだよね。値段の高い店へ行っても、大したことないと。<laughs> だったらもう安い店で適当に切ればいいやってわかって、もう安い店に来んだよね。あと、剛毛すぎて、ハサミの歯が欠けそうって。へへへへ。 あの、職人さん、まあ、電気工事でも何でも、壁にさ、穴開けるときあるじゃないホルソー、うん。まあ、20ミリでも30ミリでも、あの、ドリルでさ、ダイヤモンドがついてるやつ。あれはやっぱり使い捨てだから、1個穴開けるたんびに5000円ぐらい、なんか請求するんだっつったね。あの、ホルソっていうのがね、また高いらしいよ。何千とか何万とかね。だからね、いちいちね、やっぱり請求しないと割り合わないっつったね。だからコンクリートのか、か厚い壁ああいうのにね、 10ミリぐらいの穴 ?8 ミリぐらいの、8センチぐらいの穴,穴ああいうの開けるとき、いくら請求するんだかねそれと一緒でさ、剛毛の人来たらさ、シザー代金も請求したいよね <laughs> ?2000 円ぐらい。トギ代、ベッド請求ね。<laughs> 本当にね、ハサミ壊れそうな人いるよね <laughs> 本当にね、日本のね、美容業界そのもんがね、おかしいんだよね。お金と仕事量、 わからないんでしょうねって。分かってないよみんな。せこいんだよ。もうやってる美容師もね。もうほんと安くしなきゃお客こねえっての分かってっからね。もう料金体系をね。まあ自分もそうだけどね。崩しちゃってるしね。で、自動車業界の春林子先生なんかはね。1時間半ね、かかるってねって書いてあるけどね。確かにね、1時間半でね、2万円ぐらいね、取れるんだったらいいよね。自動車整備みたいにね。まあファッション業界ね。島村もそうだけどさ。 値段が安くねえと売れねえからね。まあ、島村みたいなとかさ、物売ってるだけだからね。そんな、労力ってのないけどね。美容業の場合は手間が発生するからね。美容業のさ、料金体系。拷問まし。髪の毛が多ければ割りまし。長ければ割りまし。あと、高校生もさ、中学生も大人料金と一緒でいいよね。で、長ければ割りまし。んで、わがまま言えば割りまし。の、なんでも割りまし。 ベッド料金ふっかけといて消費税。もうね、美容師舐めるなと、商売舐めるなと。言いたいよね。言ったら潰れるよな、店がな。<laughs> はい、お疲れ様でした。